有吉さんのそれわかるでございます。はい、あなたはどの女優にどんないじめられ方をしたいのか、有吉さんがそれわかるかわからないのかを判定していきます。なるほどね。わかるときはわかりますけど、わからないときもありますからね。はい。はい。ラジオネーム超10ギガジャクソン。はい。僕がいじめてほしいのもちゃんと書くなよ。わかりやすいようにね。僕がいじめてほしいのは A 倉奈々ちゃんです。A 倉ちゃんに耳をちぎれるぐらいの力で引っ張ってトイレに誘い込んでいただいた後、後ろの髪の毛を掴んで便器に顔をこすりつけて、汚れたら洗わないとねと顔面にご褒美の清水をかけてほしいです。わかる。なんでだよ。なんでだよってなんだよ。おかしいだろうよ。なんでおしっこが開けられるのでみんな共感してんだよ。開けとこう。パーソナリティとリスナーがさ。ラジオネームレッツゴー万引き G メン。北川景子さんにケツの穴から10リットルほどの木工用ボンドをぶち込まれ、その後ドライヤーでボンドを乾燥させ、僕の腸の中で乾いて透明になったボンドの片回りを北川景子さんにズルズルと引っ張り出されたいです。いくー行っちゃったよ。ちょっと本番中ですよ。行かないで行かないで行かないで。あれこれ行くの、それ分かるか分かんないかのコラムで。あげとこう。ちょっとこれはまだもうちょっと怒られるまで継続します。ねえ、替え玉。深田恭子ちゃんの太ももと太ももの間に顔を挟んでもらい、思いっきりギューッと力を入れられ、ミシミシッと頭蓋骨を骨格矯正されたい。はぁわかります。言ってるじゃないですか。やめてくださいよ。何なんだよ。白目になってました今。ラジオだからって何でも言うわけじゃないですよ。何で白目になってるんですか。お金な。ラジオに希望の船。相武咲ちゃんのしょんべんが詰まった水風船を諸星浩二さんが全力で投擲し、それをゼロ距離で顔面に当てられたいです。ちょっと違うな。ちょっと違う。いや、凝りすぎてんじゃないかな、その。ああ。いや、相武咲ちゃんにしょんべんをかけられたい。いや、すげえな、それ。わかるーが出ますけどね。そんなストレートだったら。いや、わかるじゃねえですよ、俺なんか。どんなラジオですか、それ。いや、壁ドンと一緒だっつうんだから。もうわかんなくなってきた。なんでだよ。壁ドンと相武咲のしょんべん引っ掛けられるのが同じなんですね。相性じゃん。相性。相武咲のしょんべん相性。いやいや、はやんないはやんないはやんないですよ。はやんないけど、いや一緒だろっつってんの。壁ドンも相性も。まあまあ有吉さんの金銭には多分そのね、そこは一緒なんでしょ。そういうコーナーです。辻君ずっともうそうだそうだっつってるの。俺の支持者だよ。いや違いますよ。頭ブンブン振ってます。こんなコーナーが終わんないの辻君が気に入ってるからね。バレてますよ辻さん、バレてますよ。ラジオネーム稲中ストリート。ヒゲ剃りの CM 発表会見でモデルとなって登場し、相武咲ちゃんに慣れない手つきでヒゲを剃ってもらい、ごめんなさい、ちょっとメールの途中で興奮してきた。相当いいですよ、これは。本当にいいですよ。すいません。吐息が漏れてしまいました。メールの途中でちょっとすいません、すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。これ稲中ストリートさん、ちょっとまあどっちにしろあげますね。これちょっと心配してください。落ち着け。ひげ剃りの CM 発表会見でモデルとなって登場し、相武咲ちゃんに慣れない手つきでひげを剃ってもらい、カミソリ負けした肌を見せて、これじゃ宣伝にならないじゃんと陰口を言われたい。わかるわかる。わかる。相当気持ち抑えてましたね。剃ってもらうまでがよかったな。いいですね、剃ってもらってもね。あげとこう。収まりましたね、ちょっと。余韻を引き出してます。ラジオラッパザキバチョフ。沢尻エリカに無理やりダイナマイトを肛門の中に入れられ、大腸と小腸を突き破り胃の中に来たところで爆発。一瞬お腹が大きく膨らんだ俺を見て、お前今風船みたいになってたぞと大爆笑されながら、今度は口からダイナマイト入れてほしい。わかるー。わかんのかい沢尻エリカに笑われながらなんかされたいの。あ、そうなんだね。ずっと言ってる。基本そうだもんね。そう。うん、お前これ、今度口からダイナマイト入れるけど、お前、もう口がお前欲しくて、あわあわしてんじゃねえかよ。お前、これ、ダイナマイトだからな。もっとビビれよって。喜んじゃって、お前、これ、お前バイブルじゃねえんだからよ。これお前、飲んだら死ぬんだからな。なあ、おいって言われたいよね。言われたいよね、じゃねえんだよ。ラジオネームマザーズミルク、北川景子さんに「このバットってお前のアナルに入るかな?」と聞かれ「いや無理ですよ、どう考えても入んないでしょう」と返すと「えでもローション使ったら?」と言われ「いやローション使っても無理ですよていうかそういう問題でもないですよ」と否定すると「はいはい、まあ確かに普通はアナルにバットは入れませんわな。でもローション使ったら?」とさらにしつこくローションを押され「いやだから!」というくだりを3回ぐらいした後、結局有無を言わさずアナルにバットを突っ込まれたい。わかる!わかる!出ましたよ、ほらでっかい声で。ラジオネームラッパーズキバッチョ。沢尻エリカ様に地下室に呼ばれ全裸にさせられた後に拷問に次々とゴルフボールを入れられて、ゴルフボールなんて大きい球は入らないです、やめてくださいと頼んだら、エリカ様にいや入らないって言っておきながらゴルフボールもう23球入ってんじゃねえかと笑われたい。わかるんですかビンビンな感じですね今何本入ってるか分かるって言われてさ「え1本っすか?バカ3本だよ」って言われた時の興奮たらないもんね。ねえじゃないねえって言われても分かんねえからな、あんまり。ジオネーム悶絶、女性芸能人 VS 俺一人で野球をしていてバッターボックスに俺が立つとピッチャーの誰逃れになぜか3球連続でインハイを攻められ「おい危ないだろ!」と抗議すると、ファーストの佐々木希、セカンドのマギーちゃん、ショートの堀北真希、サードの北川景子がマウンドに集まり、グラブで口元を隠しながら「えあの人怒ってるけど勃起してない?キモくない?ビンビンじゃん!」と言われ、恥ずかしくなりながらもど真ん中甘めに入ってきた4球目を左中間へ飛ばし、全力でベースを回る俺。しかしレフトの根本晴美がとんでもない強肩を見せ、うっかり三塁を飛び出して挟まれてしまい、キャッチャーの深田恭子とサードの北川景子にじりじりと寄られて、なぜかタッチアウトではなく僕に向かってバンバン硬球をぶつけてきて「もうこれ野球じゃないです、やめてください!」と半べそをかきながら深田恭子に向かってアウト覚悟の突進をして、胸にぶつかってニヤッとなったところを北川景子からすごい強くチンコをタッチアウトされたい。わかるー。出ましたねいいねいいですか、いい、すごくいいですか、うん、女性芸能人 VS 俺一人で野球ってところはもうたまらないですねもうそれだけで僕はもう射精。射精ってなんだよ。射精ってなんだよ。言っちゃってんじゃん。思わず分かりすぎちゃって言っちゃったじゃん。ラジオネームなすび。肛門にピンポン玉が入るまで、福原愛ちゃんにスマッシュを打ってもらって、見事腸まで届いたら、僕が代わりに、さあって言いたいなぁ言いたいなぁじゃないんだよさあって言いたいなぁじゃない、あれ自然と出るもんねさあじゃないからさあ入った場合はだよじゃねえんだよ、経験あるみたいに言うんじゃないよラジオネーム妖怪きなこじじい、伊藤美咲さんに、今日は節分だから鬼やってくれないと言われたので、もちろん僕は、はい、やらせてくださいと即答したところ、明らかに伊藤美咲さんが豆ではなく大量のパチンコ玉を用意していたのでいやいや、伊藤さん普通豆でしょと思わず僕が突っ込むと、伊藤さんは不思議な顔をして、いやいや、鬼は豆投げたくらいじゃダメでしょお前なんか特に悲惨な人生送ってるんだから、豆ぐらいじゃ邪気を払えないわよと言われ、あまりにも説得力があり、言い返せずにいる僕に、クズ人間ゴミ野郎と罵詈雑言を浴びせかけながらパチンコ玉を投げつけられたいそして邪気を払い終わった後に、年の数だけパチンコ玉をアナルに詰められたいですというしきたりがあるのかな。年の数プラス1個ですけどね。ラジオネーム S ロー、ラッスンゴーレライをすれば女子高生と仲良くなれると思い、全裸でラッスンゴレライを練習している僕を見つけた沢尻エリカに、お前何してんのと冷たく突き放された後、いや、勃起してんじゃん、マジウケると言われ、照れ笑いしたい。わかる。何されるわけじゃないよね。いや、勃起してんじゃんって言われてたら、照れ笑いしたよね。なんか、はい、すいません。わかる。ラジオのホワイト将軍。現場一本、叩き上げで上り詰めた警部、竹内優子に、下着泥棒の罪で尋問される俺。僕はやってません。勘弁してください。必死で無実を主張するも、今さらそんな言い訳が通じるとでも思ってんのかと一喝され、その言葉と同時に右ストレートを顔面にと思いきや、拳は顔面をそれて隣の壁に、恐怖と安堵で失禁をしてしまう俺。男のくせにしょうがないやつだね、濡れたパンツ変えてやるよと言われ、ズボンをおもむろに脱がされた瞬間、盗んだパンティを履いていることがバレてしまう次こそ顔面を殴られると覚悟をするが、竹内優子から漏れた言葉は、それ私のパンティじゃんそう言われ、頬を赤く染めたいわかる出ましたねそれ私のパンティじゃんとほほって顔されたのねちょっと嬉しいよみたいなラジオネーム希望の船。北川景子さんにズボンをずり下ろされ、さーてモンスターストライクでもやろうかなと言われ、金玉を思いっきり引っ張られ、地面スレスレまで引っ張ったところでパッと手を離されるが、皮に張りがない僕の金玉は勢いよく元には戻らず、ゆっくりじわーっと定位置に戻ってゆき、その様子をじっくり見ている北川さんに一瞬だけと笑われたいわかるー怒らないんだねー、優しいねーって笑ってくれるんだって結構出てくる女優さん偏ってるけどもっとお前ら趣味狭いな。ラジオネーム日本語ラップ。短髪の俺が広瀬すずちゃんと同じ髪型にして可愛い服を着て、広瀬すずですと堂々と名乗りたいわかるのかい、これはわかるね。別に女装趣味とかないけど、これはわかるわ。広瀬すずちゃんがドラマで着てた学校の階段のあの制服着て、本当にテレビ出て、あ、何やってんの有吉って言ったら、広瀬すずですって言いたいよそうなんだ。ラジオのラッパー崎バチョ。誰か口に入れてくれるんじゃないかと期待をして、海辺の砂浜にチンコだけ出していると、グラビアの撮影で海にやってきていた浅田舞が俺のチンコをじーっと凝視したあと笑いながら、いやこれチンコじゃんと言って俺のチンコを蹴り上げてほしい。わかる。あ、来た。これは分かる。これはいいですか。うん。あーってうまいことそら加えたりはしないよ。いやこれチンコじゃん。なんかこれ今日のオープニングの話と一緒だよね。はい、おちんちんどれおじさんの発想だよ。本当だ。動機じゃないですか、ただの。いや、俺がおちんちん泥棒おじさんだったんかい。希望の船。戸田恵梨香さんに勢いよくズボンをずり下ろされ、あんたのスペック見せてみなさいよと言われ、チンコがブルンと出た瞬間、戸田さんに思いっきり感謝してしまったのだが、なぜかそれがツボに入った戸田さんは笑いをこらえながら、いやスペックじゃなくてスペルマじゃん、スペルマめっちゃ早いじゃんと言ってきて、僕は顔を赤く染めながらどう返していいのかわからず目をキョロキョロさせて困りたい。わかるー。出た。分かる。俺はわかるわ。ボローンと出してすぐわーって出ちゃうの。恥ずかしいと思う。これは興奮します。これわかります。これはわかるな。これはわかる。わかります。ほら、戸田恵梨香ちゃんの感じもいいですね。いいね、いい。これはわかる。ラジオネーム20センチ少年。沢尻エリカに学生時代の卒アルを奪われ、どうせあんたの学生生活なんかしょうもなかったんだからこんなもんいらないでしょと言いながら俺の卒アルにしょんべんをぶっかけられ、ああ俺の思い出がと叫びながら白飯ガツガツ食いたい。どうなってんすかマジで。なんすかそれ。わかる。わかるんすかそれ。わかるだろ。わかる。全然わかんないですよ。卒業アルバムに沢尻エリカが卒業アルバムにしょんべんぶっかけてくれるの。ご飯食うんすかそれで。白飯食いたいんですか。わかる。それ全然わかんない。パンはパンパンパン。いやパンでもわかんないです。そういう問題じゃないですよ。ラジオネームスメシハザード。北川景子ちゃんに突然体中の毛を剃られた後、1時間もせずにニョキニョキと生えてきた僕の陰毛を見て、ちょっとチン毛伸びるの早すぎでしょと爆笑されたい。わかる。わかんすか。わかるね。これはさらけ出してますか。いいね。これはさらけ出してる。現実的じゃないですよ。ニョキニョキ生えてこないでしょ。あげねえんすかそれだよ。ラジオネーム20センチ少年。密室に監禁されてしまった俺を見て吉高由里子が大量のスズメバチを部屋に放つ。俺がスズメバチに刺され「痛い助けてくれ!」と叫びのたうち回っていると「うわ痛そう、ほら私のおしっこでもかけて直しなよ」と吉高由里子が言いしょんべんをぶっかけてくるが、俺は一滴残らずしょんべんを飲み干し男を見せたい。わかるー。これわかるんすか。わかり始めたまーレボリューション。渡辺美里。それわかったんすか。そう来ましたねやっと。だいぶね。わかった。ラジオネーム電池2個。ATM のカードを入れるところにおちんちんを何度も突っ込んで ATM のお姉さんにカードをお入れくださいと叱られたり。ラジオレインメーカー。簡単な作業ですらミスを続けてやってしまった僕。上司の大塚ねねさんに「ちょっとあなたこんなこともできないわけ?使えないわね」と罵倒されてしまう。落ち込んだ僕は気分を変えようと紙コップの自販機でコーヒーを買おうと小銭を入れようとした瞬間に液体の入った兼尿カップを大塚ねねに渡され、好きにすればと言われたので飲みをしたい。それわからないでもないけどな。わかる全力できた、全力できた。それ分かるっていう勇気ね。ラジオネームホテルキルフォルニア。私が住んでいるマンションの玄関は肛門認証のオートロックになっている。いつものように登録したアナルをセンサーにあてがうが、何度やってもエラーになってしまう。右往左往していたら管理人の米倉涼子が駆け寄ってきた。どうしました？いつもはすぐに開くんですが、どうしてでしょうと聞くと、米倉は私のアナルをまじまじと凝視し、なるほど、わかりました。少し痛いけど我慢してくださいね。と言い、ピンセットでアナルの毛を3本ほど引き抜く。毛が映り込んで誤作動したんですね。また困ったことがあったら呼んでください。と言い残し、米倉涼子は管理人室に戻っていった。そして私は、あの快感をまた味わうべく、アートネイチャーでアナルに長めの毛を植毛したい。大作だな、今の。わかるー。ネームバルバリ。今年のお盆のお墓参りに相武咲さんについてきてもらい、我が家の代々の墓石に小便をぶっかけてもらい、先祖の霊を弔いたい。もう分かる。分かる。分かる。これいじめられる。先祖をいじめられるんだもん。うわ、すげえな。分かる。分かります。分かるんだ。これあげときます。あげるんだ。ラジオネーム起きてるし。全場貴子さんにアナルの集団的自衛権についてどう思われますかと聞かれた僕は、個別的自衛権で対応可能ですと自信を持って答えるけれど、想定外の事態は起こり得ますよと全場さん。するとそれまで黙っていたコメンテーターの岸井さんが俺のアナルめがけてボールペンを突っ込んできた。奇襲を受けた俺はケツにボールペンが刺さったまま、後方支援お願いしますと全場さんの靴を舐めたい。わかるー。出ました。わかる。わかりましたね。わかるじゃないよ。わかるでしょ。大丈夫だよ。大丈夫だ。集団的に全場さん後方支援お願いします。言いたい。ラジオ中野の弾丸。同僚の武井絵美さんにどれだけ溝落ちに膝蹴りをされても、どれだけ顔面に回し蹴りをされても、どれだけ骨を折られてもいいので、本当に本当に本当に少しでいいので足を舐めさせてほしい。願望じゃねえか。わかります。チェーンギャング5。西尾ゆかりアナウンサーに猿グッズは乳首おもり、鼻フック、亀甲縛り、ろうそく、アナルサボテン、顔面蹴り、耳ちぎりなどの豪華 SM プレイをされるもその程度かよ、あんたにはがっかりだぜとかっこつけるが、チンコは嘘をつけない。西尾アナは今にも破裂しそうなくらい勃起したチンコしててよく言えたわねと言い、針でチンコをツンちょこっと刺してもらい、チンコを大爆発させた。仕組みなんだと思ってんだ。おちんちんの仕組み。わかる。わかる。アナルサボテンってあと大体なんとなくわかるんですけど、アナルサボテンってなんだよ。大丈夫三平。これは本当に分かってもらえる話だと思うが、牧陽子さんにマウントポジションを取っていただき、素手で全ての陰謀を引っこ抜かる。引きちぎった陰謀を腹の上で燃やされながら、クズの陰謀は燃えるのが遅いんだね。お前のせいで次の仕事に間に合わないじゃないか。などめちゃくちゃなイチャモンをつけられて謝りたい。わかるーわかったな。これはもう王道中の王道です。いや王道、置きに来たね。置きに来た、置きに来たよ。陰謀この俺をもうしっかり行かせに来たよ。いやそれローション使っちゃダメでしょみたいな。それいやそれローション使ったらそりゃそうでしょっていう。そりゃダメよみたいな。これはもう完璧。これはもう一本取られた。一本取られた。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。シンプルに市原さとみちゃんのおしっこを試合中のサッカー選手のように頭からクールに浴びたい。わかるー。確かにシンプルね。シンプルイズベストですね。これはもうみんな分かったんだね。いやーそのこうやってる様は分かるけど、いやかっこつけたって何かっこつけたって全然。いやお前どういうつもり？モテたいの？モテたいのにイノシシの前にダサいわ。お前イノシシ本当は分かるのに分かる爽やかに言えないです僕ら。一番ダサい。ジメジメジメ。石原さとみちゃんのおしっこかけられたいでしょ。いやカッコじゃないって最低。どう他のスタッフとか。いやみんなそうよ。みんなかけられたいの。かけられたいの。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。みんなそうだ。大の大人。山崎さんだけだ。俺だけか。そうか。じゃあダサい。かけられたい人間になるよそれじゃ。そういう人間になるよ。タイガーアッパーカット。全裸で現れた俺を前に七尾さんに五郎丸ポーズをしていただき、肛門に手首がすっぽり入る勢いで干潮してもらい、引き抜いた後の握手を嗅いだ七尾さんに「やっべえぞ!」って言ってもらいたい。流行り入れすぎだ流行り入れたね。タイガーアッパーカット。ハロウィンだし吹石和恵さんにお菓子をいただこうと思い、仮装をしてユニクロの CM 撮影現場に忍び込む。ブラジャーのいらないインナーの CM 撮影中だった吹石さんを見つけると即座に射精をしてしまい、慌てていた俺。近鉄のユニフォームで仮装していた俺をお父さんと間違えた吹石さんが駆け寄ってきたものの、近くまで来てお父さんじゃないことに気づくとともにザーメンの悪臭で顔をしかめる吹石さん。俺はなんとかお菓子だけでももらおうと思い「トリックはトリート!」と言おうとしたが、雰囲気を和ませようと「パチョレックオアオグリビー!」と気を利かせてみた。しかし場の空気は凍りついてしまったため、極暖ヒートテックをくすねて逃げたい。トリックはトリートなんでパチョレックオアオグリビーって言っちゃうんだよ。全然じゃないからいい加減しなさい。ラジオネームタイのお頭。学校の教室で追試のテストを受けている時にいたたまれなくなってチンチンの赤鳥に夢中になっていると、後ろから吉瀬美智子先生に見つかってしまい「ダメじゃない、テスト中におちんちんいじってたら」と言われ、チンチンの割れ目にテスト用紙をセットしてシュッってやられたい。痛い。わかる。マジか。その週さえなきゃよかったのに。週があるからいいんじゃない。週が痛いよ。わかんないの行ったっつってお前みたいな童貞に、いや誰にもチンコ触られたことないんだから、何を偉そうに妄想してんだお前。その妄想と違うぞ絶対。現実はな。そんな怒られてんの。いやこれ現実じゃねえ。このネタ。ラジオネーム満腹亭なり。学校へ行こうに感化された俺は全校集会中に屋上から全裸で叫ぶことにした。僕には好きな人がいますと全裸で叫ぶと、全校生徒が大盛り上がり、僕の好きな人は2年3組の広瀬すと言ったところで、俺の脳天を弓矢が貫く。向かいのビルの屋上には広瀬アリスちゃんが弓を持って笑みを浮かべて立っている。響き渡るカーペンターズのイエスタデーワンスモアを聞きながらV6 の三宅くんの胸の中で深い眠りにつきいいね、あ、いいですね。ラジオネームマザーズミルク。誰もいないオフィスで陰謀を剃りチンコを勃起させ元気100倍パイパンマンって言っているとあんた何やってんのと江角真紀子さんと戸田恵子さんの庶務に2人がやってきたこのことバラされたくなかったら私たちの言うこと聞きなと江角さんに脅され、戸田さんには元気100倍パイパンマンと当てれこうされ江角さんには僕のチンコにバカ息子と落書きされたりラジオネームラッパーザキバチョフ。日本刀の切れ味を試させてほしいと言ってきた北川景子に、さすがに日本刀で切られたら俺死んじゃいますよと懇願したが、北川景子は俺の意思に反し日本刀で俺の首をかっきって体も毛さぎりで切っていったが何度金玉を切っても切っても壊れず、北川景子がどうしてこの金玉だけは切れないのと焦っていたので、生首状態の俺は私の金玉はダイヤモンドより硬いのだよと言って焦る北川景子を見て高笑いしながら絶命したり何言ってんの。ラジオネーム思い当たる節。広瀬すずちゃんとジェスチャーゲームを楽しむ僕。お題に悩んだが、ウサギのジェスチャーをした可愛い純情なすずちゃんにクジラの潮吹きのジェスチャーをすることを決意。さっとズボンを脱ぎ、そのジェスチャーをすると、考えた末、すずちゃんが射精と予想外の回答をしてきたので軽い笑みを浮かべながら正解と言いたいわかるかなわかる。ラジオネオ三平。木村沙織さんがもっと小さいボールで練習しないと上達しないと嘆いていたので、玉袋からさっと金玉を取り出してもしよければこれをどうぞと献上したところ、沙織さんはくせしかもベタベタすると叫びながら俺の金玉を遥か彼方へ弾き飛ばした。その一部始終を見ていた大林素子が猛ダッシュで金玉を追いかけていって凄まじい回転レシーブで俺の金玉を上空に打ち返し、体育館の天井にスポッとはまって二度と取れなくなりたいラジオネームブラザーフットオブスティール。しょんべん評論家の俺は何言ってんの。そうなんですね。何それ。いろいろあるんですね。いろいろ肩書きが。しょんべん評論家の俺は名前を伏せて飲んでもらいましたというしょんべんの CM に出演する。品名が隠されたしょんべんを飲んで吟味、この風味、この舌触り、この喉越し、さて深田恭子ちゃんのしょんべんかな。俺は自信を持って答える。しかし正解はまさかの豚のしょんべん。すごい。ああ、そっちか。すごい。全然わからんな。微妙と悔しい涙を浮かべたい。浮かべたいな。バカじゃないの。全然わかってる人ばっかり。こいつ。ね、もうマットさんでした。滝川クリステルさんが次のニュースに移ろうと斜め上のカメラを見ると、そこにあったのはギンギンにフル勃起した俺のチンコ思わぬ事態に今日疲れ続いてのチンコです出現してしまい顔が赤面。そんな滝川クリステルさんを見て射精し、テーブルの上の原稿用紙をザーメンで台無しにしたいわかる。すごいな。わかる。わかる。わかる。俺ずっとわかんなかったけど、わかるのか。ラジオネーム江野の妹子。教室の掃除当番がゴミ捨てを誰がするとか揉めていたので、いいよ、やるよと言った俺。しかしクラスのみんなはどうせお前このゴミ漁って女の髪の毛食い荒らすんだろこの変態と言われたのでと言われたのでお前らの推理力にはお手上げだぞと言ってペロッと舌を出したい最高わかるわすげえわかるわペロッて舌を出したいめちゃめちゃわかるわめちゃめちゃわかる俺同級生女の子ゴミ箱にガムプッと捨てたら俺ずーっとそわそわしてたもんね教室だみんなあ開かねえかな